今日はバレンタインということで、今日はチョコレートを作ろうと思いました。世の女の子たちは、じゃあこの動画を見ていただいて。ただですよ、男心を射止めるチョコレートっていうのは、はい、いろいろあるでしょうね。まあ、ゴディバとか、あとなんだ、何があるんだ。もうゴディバぐらいしか分かる。チドルあ、ヨンか。なんかもう、世の女の子たち使いますかね。まあ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 。まあ、ここで私が男心を射止めるチョコレートを、教えてあげようかなと思いまして。はい。男心を射止めるチョコレート。それは、D レーションです。お、D レーション。D レーションとは？はい。D レーションっていうのは、第二次世界大戦あたり。はい。はい。栄養価の高い非常食を作るために、まあ、アメリカ軍がハーシーチョコレート社に発注した、まあ、非常用の軍用チョコレートです。ただのお菓子じゃない。そうですね。機能性表示食品みたいな、そういう感じの栄養価の高いチョコレート。いろいろな逸話がありまして、はい、これを食べるくらいなら餓死した方がいい。大丈夫なんですかね。最初選考の基準になったものが、茹でただけのジャガイモよりもまあマシな程度の味。何それ、チョコレートってそんな味に作れるんですか。そうですね。それにはちゃんと理由がありまして、はい、美味しいチョコレートだと非常事態が発生する前に食べてしまう。ああ、なるほど。だからほどほどにまずく作ってね。はいはいはい、はい、でしかも栄養はなければいけません。あ、うんね、まずくするための工夫と、あと、耐熱性を持たせるための工夫。ああ、そっか、チョコといえば溶けちゃいますもんね。そう。まあ、工夫のある特別なチョコレートを今回作ろうと思います。じゃあちょっと作るのも大変なんじゃないですか、その耐熱性持たせたり。正直、力仕事。力仕事で想定してる戦地の温度、温度帯忘れちゃったんですけど、サハラ砂漠から極地まで対応するそう、チョコレート。サハラ砂漠から極地まで、もう全地球規模じゃないですか、もう。そうなってくると。で、まあ、そこで、まあ、基準になっちゃったのが、溶けてもいいよ。溶けてもいいけど、溶質漏れ出すのは絶対ダメ。基準がありました。でそれから後で毒ガスの耐性があることとかそう、いろいろまあ、要件が追加されて出来上がってはいったんですけどね。全地球の女の子がそうどこで作っても、もうどこの誰に渡しても、どこで渡してももうサハラ砂漠から極地まで、はい、どこのバレンタインって対応しますから、砂漠から南極まで行けるっていう、そういうこれは期待値が高い。もうサハラ砂漠にお住まいのあなたぜひみたいなチョコレートを。ちょっと僕も砂漠行くときは持ってきます。ということで、はい、やっていきましょう。やっていきましょうか。なんかもう最初からチョコ作りなのかっていう動画が出てきました。これ、まあ普段うちの工場で薬品とか測ってるやつなんで、チョコとかしかないですね。溶剤か合成樹脂かどっちかですね。あんまり食品つけちゃダメよ。初手からおかしいよ。じゃあまずはチョコレートを選んでいきます。今回はハーシーチョコレート社の、まあ、ミルクチョコレートを使おうと思って、ミルクにすべきかビターにすべきか、まあ、迷ったんですけど、カロリー稼ぐために結構砂糖が入ってたって話があったっぽいので、ビターよりはミルクの方がいいかなと思ったんですけど、ビターで作ってみるのもありかもしれない。日本で売ってあ、はい、カルーテンさん。あんまり見たことないパッケージだなと思って。ハーシーのチョコレートって言ったら M&M's とかが結構有名ですよね。で、味とかが結構独特じゃないですか。ちょっとどういう意味だったか。独特な部分ありますよね。なんかチョコエッグとは全然違うとこあるんで食べてみてください。結構独特な風味ありません？そうですね。結構、
好みが分かれる部分っていうか、脱脂粉乳を使ってるチョコレートなんですよ。ミルクは脱脂粉乳とのミルクっていうことで。そうなんですね。もともとハーシーチョコレート社の起源として、あの脱脂粉乳入りのチョコレートを作ろうっていうことで生まれたチョコレートらしくて、乳臭いというか、そういう風な、なんか ミルクの部分でなんかちょっと変わった感じがします。チョコの味はなんかあれですけど、ミルクの風味が普通のチョコと違うなっていうなんかあのチーズっぽい臭さありますよね。今回製造を請け負ってたのが、あのハーシーチョコレート社だったっていうところと、栄養価を確保するためにリーデーションにもあの脱脂粉乳が大量に含まれてたっていうことで、ハーシーチョコレートのこのチョコレートが最適かなということで。高評価、チャンネル登録、10だけ持ってきてお願いいたします。YouTube メンバーシップ、会員募集中、未公開動画、メンバー限定の生配信ほか、特典多数です。くそー、こっちで球団できなかったから先ごめだな。サバゲーするならガンズロックス。打てた。材料の説明やっちゃった方がいいね。チョコレートが1枚あたり 50g に、オーツ麦粉が 24g、 ココアパウダー、これ純ココア、砂糖混ざってないやつ、大さじ 1.5。 なんかめんどくさい量になっちゃったけど、これ以上少ないとちょっと味があれなんですよ。レシピはどっかにこう公開されてるんですか？最初インターネットで探して、それっぽいレシピあったのでやろうと思ったんですが、かなり分量間違えてるっぽいんですよね。そう、まあなのでちょっと今回自分なりに、そうリーデーションに近い物体ができるようにレシピを作ってみました。研究成果じゃないですか。それのせいで多分まずいチョコ6枚くらい作りましたね。チョコレートの重量 50g 必要です。はい、チョコレート作りかなり面倒くさいというか、チョコレートって結晶の構造を整えてやらないとちゃんと固まってくれなかったり、あと硬くてボソボソになったりするんで、その温度管理をするために世のショコラティエは苦労してるらしいんですけど、まあ我々素人にはちょっとやりきれないというか、チョコレートの構造って確かなんですけど、温度を上げたり下げたりする過程で6種類くらいに分かれちゃうんです。で、6種類の中でも、まあ、一つの結晶の型を、目指して温度管理をしていく。溶かすとき45度で、で、冷ますときは30何度みたいな。冷ますときの温度も、そう。ただ、まあ、ただただ冷やせばいいってわけでもない。そう。そういうのをやらないと、触っただけで溶けてしまうチョコレートとかになっちゃうんですよね。なるほど。では手作りのチョコレート美味しくならないって言われたりするのもそれなんですよ。あ、今回も混ぜ物いっぱいするので、そう変わってくるわけですね。温度が変わっちゃうんですよ。はあ。で、その温度帯を探り当てようと最初は思ってたんですけどまあやっていけばわかるんですけどねこれから温度管理できるような状態にならなくなるんで多分ハーシーチョコレート社は頑張って温度管理をする設備を持ってるんだろうけど、素人が温度計でなんとかできるような状態の物体にならなくなって、まあなのでその辺は今回適当にやるので、まあ後でわかります。24g、はい、コアパウダー。大さじ 1.5 1.5、まあ結構適当ですただこれ突っ込んでる理由が、甘いのに苦くしたいっていうところが、そうビターな、そう甘いのに苦くしたいみたいなところがあるんでここは入れさせていただくんですけど、でもこれあんまり突っ込むと混ぜれなくなっちゃう。ああ、そうなんですかなのでちょっと大さじ 1.5 くらいにしといてください。溶かしていきましょう。はい、溶かす時の温度40度くらいで溶かしていきたいんですけど、まあ、お湯の温度を55度くらい。55度。
55度くらい目指しておくと冷たいボール打つ、こんな時に、まあ、45度くらいになるんで、うわ練っていくうちに温度下がる。高評価、チャンネル登録お願いいたします。 YouTube メンバーシップ会員募集中、未公開動画、メンバー限定の生配信ほか特典多数です。サバゲーするならガンズロックス。ボールの端に当てながら、こうやって溶かしていくんで、溶かしてる状態であんまり練ってしまうと油と分離してしまう。ああ、はいはいはい、このまま置いといて、結構デリケートだ。そう、チョコレート作り。ハーシーの匂いがし始めてきました。これで全部溶けきったんで。ああ、すごいすごい。でここからこの粉入れちゃうと融点がどんどん高くなってしまうんで、もうすぐお湯入れていきます。もう融点高くなるのを見越して。職人技ですね。まあ、ちなみにチョコレート湯煎するとき、こういう風にもうお湯が溢れたときに中に入ってこないようなサイズ感の器を用意した方がいいです。はいはいはい、溢れた時にチョコレートに水入っちゃうと、あっという間に油分と分離してしまうので、ダマになってますけど、これめちゃくちゃ不安になりますよね。このくらいで、じゃあ分量外のものを入れていきますか。はい、ヴァニラエッセンス。ちょっと。と。これは一体。なんですか。ん？何ですかこれ。なんかすごい強烈な匂いしますけど、有機溶剤の匂いしますけど、何ですかこれ。これはですね、大丈夫なやつ。初期のディーレーションにはペロシンが添加されてたっていう。え？灯油？お、すごい、すぐわかるんですね。ペロシンイコール灯油なんですよ。灯油？はい。まずくしなきゃいけないという工程の中で、じゃあケロシン混ぜればまずくなるんじゃねえっていうこと。まずくなるっていうか食品じゃないですよね。なのでちょっと入れます。え、なに、灯油って人体に入れてたら大丈夫なもんなんですか、そもそも。まあこのくらいなら、このくらいなら直ちに異常は、異常が出るほどでもない。残飯シチューにちょっと怖いことをやってる気がするんですけど、これ大丈夫。大丈夫。まあ、自分はほら何度も試して作ってるから、今自分が生きてるということは問題ない。ここからヘラではどうにもならなくなってくるので、これがチョコレートの生地状になるまで手でこねくり回し練っていきます。なんかもうチョコレートの生地って感じじゃないですよね。ボソボソがですね、練っていくと飴状に変わっていくんで、作った時のエピソード、最初チョコレートの型を使って流し込もうとしたらしいんですけど、どうやっても流れなくて、100度まで加熱しても流れなかったっていう逸話があります。100度にしても、え。最終的に初期のディーレーションは全部手作業で型で詰めてたですね。アメリカともあろう国が手作業で、こいつ。まあ今期になるとまあさすがに違うんですけど、はい、ちなみにさすがに今はもうこれ食べてない。はい、食べて、今の現代米軍は食べてない。あ、そう、60年代冷戦期ぐらい確かなんですが、60年代くらいまで生産されてたはず。だから二次大戦からベトナム戦争くらいまでですね。だんだん様子が変わってきました。そうですね。おにぎりみたい。なんかですね、ダイラタンシーみたいな。ダイラタンシーみたいな変な触り心地になってくるんですよね。そんな感じになったら食べ頃食べ頃ちょっ
とお湯の温度がもう下がってきたんで、そう、これを溶かすためにお湯をぶっ込んでいきます。高評価、今日スミスはチャンネル登録、まだ来てないですね、お願いいたします。 YouTube メンバーシップ会員募集中、店長今日帰ります、未公開動画、メンバー限定の生配信ほか、特典多数、サバゲーするならガンズロックス。これ温度を上げていくためにボールの底に貼り付けて温めていきます。温めるとこうやってツヤ出てきますよね。チョコレートっぽくなってきた、はい、手近な方で詰め込んでくださいね。これなんか話聞いたら全然手近な方じゃないらしい。今回は、まあ、見た目を制限したいっていうことで、型が、型をあの一から作る、はい、ちょっとまあ雑に作ったんですけど、うん、型を一から作るって聞いたことないんですけど僕。うちの技術力にかかれば脅威のメカニズムで、基本脅威のメカニズムで、要はですよ、サハラ砂漠に持ってってもこれ以上柔らかくならないってことですよ。そう、ここに耐熱性があるわけだ。そう。さっき100度でも溶けないですよ。今正直手熱いですからね。こう考えるとすごいな、この耐熱性。98にしてください。全然低いです、温度が。マジですか？低すぎます。やった時に危ないと思ってたんで、やけどするから130度にしてください。今沸かしてます。作る時は隣でお湯沸かしながら、いやだからキッチンでやるんだったら、もうガスコンロでお湯沸かしながら作ってくださいね。このくらいになるまで練ってくださいね。このくらい。でほら、大乱単身みたいにこうやって押していくと柔らかくなってくるんで、こうやってふにふにになったらぶち込んでいく。そう、ぶち込んでいく。皆様がやるときよく売ってる方って柔らかいじゃないですか。はい。不可能。製氷皿とかいいんじゃない。あの薄型製氷皿。見ての通りですけど、すごい気泡が入りやすいんですよ。あ、本当にダイラタンシーみたいな。ダイラタンシーみたいになるんですよ。はい、うん。電磁導先生みたいな。これ寝るのやめたら下がれます。裏側平らにしたいんで、はい、空気を抜きながらつけていきます。この状態で冷やす。急速に冷やすとよろしくないです。何時間ぐらい冷やすんでしたっけ？40分。はい。あと1個と、で、あとまとめて3枚で作るんで、まだギリ間に合う。ギリ。辛口さんの到着まで。ガチ灯油ですよね、あれ。ガチ灯油。食用灯油とかじゃないですもん。食用トイレってあるんですか？自分で言ってて何言ってんだろう。食用トイレってなんだって。灯油が最初入れられてたっていうのは、まあ、若干都市伝説って感じあります。というか、いつからいつまでのディレーションにケロシンが含まれてたかっていうのは、はい、ちょっとわからない、わからなくて、はいはい、もしかしたら試作の段階でケロシン混ぜたけど、まずすぎてやめたみたいな話かもしれない。はいはいはい。今回大量に作るんで、まあ大量に作ったのをちょっとできれば今日食べきってもらおうかな。5枚作るんで、まあ食べきっていただきたいなと。はい
今回ほら調理工程で、ね、私も結構食べたんでこの苦しみをみんなに分かち合いたい地獄に付き合ってもらうっていうやっぱり苦しみを分かち合うのが仲間だな同じ釜の飯を食ってねそうそうそう高評価、チャンネル登録、お願いいたします。サバゲーするなら、ガンズロックス。第2クールは、まあ、さっき話したように、灯油入りっていうのは、まあ、若干都市伝説かもしれないというか、はい、本当にいつからいつまでケロシンが入ってたかわからないんで、はい、今度はケロシンなしなし。ビタミン B1 を、本当は添加されてるんですけど、今回入れません。分量は同じ。でさっきと違うのはケロシンを入れないってだけです、はい、50g ぐらいで20g いい感じになってますね。いや本当にちょっとの量で変わるんで、このレシピよりもチョコの量を増やすとやれないってこともないです。ベタベタひっついてヘラで混ぜていいのか手で混ぜていいのかよくわからない感じになっちゃうんで、このくらいが今ベストかな。正直実際もっと緩かったんじゃないかなって思うんですけど、これ以上緩くすると本当に扱いに困るんですよ。そうですね。なのでいいバランス多分このくらいだと思う。世の中に現存してるものっておそらくないですよ。リーデーション、リーデーション案外ありますね。ヤフオクとかでヴィンテージ品として買うことができる。コレクターズアイテムだ、はい、腐らないというところが生きてるな食べるにはもったいないだろうし、食ったらやばいじゃないですかね。まあ、チョコレートっていうのは油脂なんで、まあ、酸化していくにはいきますけど、はい、腐るっていうとあんまり油の中で繁殖できる菌ってないんで、ちゃんいけるかもしれない。その点チョコレートが腐らんって言われるのはそういうことなんですよね。腐るためには菌が繁殖しないといけない、はいはい、今回はいい生地だぞ。あ、さっきとお湯の温度が低かったかもしれない。あ、98だ。ちなみに目指してる食感っていうのは硬くて脆いって感じ。チョコレートはパキッと割れるじゃないですか、うん、あの割れた時の断面がボソボソになる感じを目指す。あ、うん、でこうやって大紡ぎ混ぜてるので分かる通り、チョコレートを板チョコというよりはスナックバー、キャンディーバーに近いような食べ物なんでしょうね。これは後でちょっと特別な食べ方を試すのに使いますね、はい、固まったようです。シワですか。ケロシン、ケロシン味、味いい感じですね。これなってるかな。はい、なかなか綺麗じゃないですか。うん、ディレーションそっくりだ、うん。こっちがプレーン。お、ケロシンなしをプレーンと言うのかという。おお。高評価、チャンネル登録、効果も買ってきました。お願いいたします。 YouTube メンバーシップ会員募集中、未公開動画、メンバー限定の最新動画、特典多数、サバゲーするならガンズロックス。くるんでしまいましょう。お湯はちウィリーウォンカでも作らない。全然ファンタジー感ない。美味しくないもん作らない。いきなり作業しちゃって。刺しろ。ニュータイプ的感でちょっと刺していただいて。
じゃあパッケージ、パッケージも、まあ、完璧ではないにしろ、はい、それっぽく再現しようかなと思って、で今回あの印鑑作ってきたんで、あのどこのご家庭にもある道具ですか。あ、まあ、そうですね。あのお近くのスミスミリタリーです。いいじゃないの。ちっ。よし、それっぽくなったぞ。じゃあ定規もらってもいいですか、ね。はい。鉛筆ありますか。この女子たちにも勉強していただいて。ああ。創意工夫で何とかするんだってブライトさんも言った。逃げてく、曲がってるもん。サミです。おばさんだ。レビュー買いました。ダイソーです。ダイソーですか。高価じゃなくてハサミ出してた。どんどん横に滑ってくる。横滑りでした。どうかな。ジェットストリームアタックできないでしょ。まっすぐ切ろうと思ったら、こうやって反ってる。男心をくすぐるパッケージ、まあ、男心は間違いなくくすぐれますよ。ザ・世の男性風じゃないですか。一般男性代表、はいはい、世の辛口が。まあ、切れる。実際は紙じゃなくて箱に、パラフィン引きの箱に入ってたっていうのが正しいんで、ちょっとこのパッケージはおかしいですけど、でもね、それっぽいでしょ、はい、レプリカですか、ね、レプリカ、はい。箱で読んでもらいましょうか。食べ方とかいろいろ載ってるので、あ、食べ方が説明されてるんだ。パッケージちょっと食べ方に注意がな。かっこいい。いいね。グッズとしていいですね。うん、え？なんですかこれ？なんかキャラクターいましたっけこんなの。わかる人いますか？これあの、キルロイって言って、アメリカの定番の落書きなんですけど、特にアメリカ兵がよくやってた。ヘロヘロ文字みたいなもん。日本でいうとこな。そんな感じですかね。旅行先、旅先に自分の痕跡を残すっていう。翻訳するとキルロイ参上って意味になるんですよ。キルロイ参上とか、キルロイがいましたとか。高評価、チャンネル登録、お願いいたします。サバゲーするなら、ガンズロックス。スタンプと型を作ったときは、毎年作る。これ怖いこと言わないでください。入るもの変わるかもしれません。相当腹が減ってたら、食べれるよっていう程度。甘くないってことですかね、じゃあ。はい、甘みもあるけど、舌に残る苦みがあるっていうのが、消せないんだ。なんかそういう味だったらしいですね。いや、あの、苦いばかりっていう話も聞くんですけど、でも、なんか割と、甘いけど、ベターと残る苦味があるみたいな、後味悪そうやつもあって、そう。んで、正直どっちの味が正しいんだろうって思ったけど、まあ、
カロリーだけは取らないといけないから、うん、多分糖分だけ外せないと思うんですよ。もうハート糸目になってますよ。間違いない、ね、間違いないな。くるんでいきますよ。じゃあということで、はい、固まったものがこちらになります。さっきも見たしない。よし、バッチリだな。じゃあちょっと残りの分も取ってきますね。ハッピーバレンタイン。うわぁ。